今日から街で私のことを見かけても工場長と呼んではいけません。私たちの工場が今から解体されるからです。5年前まではとても退屈な工場でしたね。覚えていますか、あの最悪の日々を。毎日レーンに流れてくるおせんべい、それを割れたものと割れてないものにひたすら仕分けていくだけの作業。私もそんなもの皆さんに指示したくなかった。楽しいわけがない、やりがいがあるわけがない、人のためになるわけがない。せんべいが割れてようが割れてなかろうが死ぬわけじゃないんだ。なんでそんなことしなきゃいけないんだ、みんな思っていたでしょう。そう、あの何の意味もない作業は皆さんの顔を殺していた。皆さん死んだ顔でせんべいを仕分けるだけ。もうそんな職場、私は本当に申し訳ない、不甲斐ない気持ちでいっぱいだった。だから5年前私は必死で考えた。どうやったらみんなもっと生きがいを持ってワクワクと働けるんだろう。この職場を良くするにはどうしたらいいんだろう。そして私は結論を出した。せんべいが流れてくるレーンに100分の1の確率でビルを解体するときに使う爆弾を流そう。間違えたら人が死ぬから。それスリルがあるから、みんな生き生きと働くに決まってる。せんべい、せんべい、せんべい、爆弾、爆弾、爆弾。そのスリル、もう生き生きとした顔で働き始めた皆さん、本当に私の誇りでした。この100分の1という数字が良かったんだと思います。だってこれ仮に、1万分の1だったら、あまり爆弾が流れてこないもんだから、もう仕事が退屈なままになってしまう。せんべい、せんべい、せんべい。そしたら皆さんまた働きがいを失ってしまう。逆に2分の1だった場合、せんべい、爆弾、せんべい、もうこれがもうリズムでやるようになってしまう。リズムでやると間違えるから、どっかのタイミングでこう爆弾がせんべいに行ってしまうから、そしたら人が死ぬから、100分の1がベストだったんです。でもちろんこれは親会社に反対もされた。どう責任を取るんだと。そんな工場、そもそも第何次産業なんだと。で、私はちゃんと言った。違います。うちの工場は国が進めてる会社の中で仕事を作ろうをやろうとしてるんです。だから間違ってない。もしこの工場で事故が発生した場合、分かりました。私が死にましょう。私これからこの工場で工場長してる限り、爆弾を詰め込んだリュックを背負って生活します。何かあったらその場で吹き飛びますよ。それでどうですか。仕分けは絶対に成功させます。お願いします。その日からこの工場は変わったんだ。本当にみんなありがとう。私の一番の誇りは、この5年間、私が生きていること。みんなありがとう。本当に優秀だった。この5年間、日本のどこでも一度たりとも、せんべいは爆発しなかった。逆にビルの解体にせんべいが用いられることもなかった。みんなが優秀だった証だ。みんな本当にありがとう。お別れの時間だ。楽しかった職場が間もなく終わってゆく。みんな本当にありがとう。忘れないよ。忘れないでな。それじゃあ、みんな爆弾は持ったか。投げよう。工場に向かって、思い出の詰まった工場に向かって、さあみんなせーので投げるぞ。せーの。なんで、みんな、せんべいを投げたんだ。みんな、みんな、この工場を愛してくれてありがとう。みんな、でも、ミスだから、どう。見たのか。
見たなら見てけよ。